皆さんこんにちは。今回はこの星なき夜のアリアオーダー第5弾の希望の一撃キリトっていうスキルがめちゃくちゃ強いので、これを狙ってオーダーを引いていこうと思います。この日のために24,700ジェム、これ今までずっとログインボーナスとかデイリーミッションとかで貯めてきたので、これをちょっとここにつぎ込んでいこうかなって思います。まあこれステップ3とかステップ5までとかも、まあこれすごく引きやすいんですけど、もうそういうの関係なしに、もうこれがあるってだけで引きたいので引いていこうかなって思うんですけど、これに関してはこの希望の一撃キリトの評価っていう解説記事を書いたので、これの URL リンクとかを動画説明欄やコメント欄に貼っておくので、よかったら見てもらえればと思います。ではこちら早速引いていこうと思います。 OK、 まず第1個目、ステップ1はこんな感じでした。もう全然ダメですね。ステップ2引きます。ステップ2爆死。ふざけんなよ。ステップ3引きます。おなんか、これ星は、でも演出ない。いらない。あ、そっか、今のステップ3の確定枠だったのか。じゃあステップ4引きます。ステップ4も爆死したの。ステップ5引きます。もう無理。なんで、もうやっちゃうのな。これなんか確定枠か、これ確定。なんだステップ5、ステップ5。2周目引きまーす。もうね、2周目もがっつり引いてっちゃいます。これはもうこういう時のためにジェムを貯めているので、もうがっつりね、もう2周引いてっちゃいます。あ、弓で星4って何？何？ユイの演出ある。何これ。弓、持ってる持ってるんだけど。何アビリティ、何アビリティで星4って何。なんか、また演出ある。何。はい、そうですよね。知ってた。ですよね。もうアビ来ないで。アビの、よくないけど。2周目のステップ1はこういう感じでした。全部かぶり。2周目のステップ2引きます。2周目のステップにこんな感じでした。ふざけんなよ。まあステップ3が問題なので、ステップ3で勝負ですね。アビリティの星4はやめて。アビリティの星4はやめてよ。やめて。何これ。何これ。土不要。まあ、嬉しいけど、嬉しいんだよな。ステップ4引きまーす。もう、なかったら。
ステップ4はこんな感じですね。これ持ってるんですよ。持ってるんで、まあ勝負はここステップ5ですね。いきます。演出見るの忘れた。飛ばしちゃった。出た出たステップまで出た。ありがとうありがとう。ああステップ、ああ演出見たかった。飛ばしちゃった。いらない。あ、いるけど、うん。あ、え、出たよ。え、ちょっと待って。え、出たんだけど。え、ちょっと、ちょっと、ありがとう。ありがとう。マジでありがとう。ソードアートオンラインインテグラルファクターありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。では失礼します。